ては、前回のおさらいだよ。前回は、あれですね、秀忠からの、包囲網の戦闘ですね。勝ち越しを終えよ。需要がない気がしてきた。よし、岬城を落とせた。影勝さんお疲れさん、ゆっくり休んでおいで。この城、もらい受ける。正宗さんありがとう。かたじけない。伊達さんお疲れ様です。我らの勝ちよ、勝ち時をあげる。立花さんもお疲れです。よし、そろそろ秀忠と講和してもいい頃合いだな。志果たさずして賞は終えられぬな。敵が我が領内に向かっております。おいおい、講和しようとしたらこの対応かよ。相手は講和の使者送ってきてることは知りませんからね。あと13日で落とせるってことは、多分これは間に合うか。やっぱり、間に合わない判定で解散したね。かしこまりました。講和入れておきましょう。講和ができました。よかったよかった。勝ち戦だ。勝ち時をあげよ。立山落とした。秀忠、もう、パオーンしてますわ。秀忠よ、もう、不義をするなよ。次、不義を行った場合、即潰しに行きますからね。不義を行わなかったら、攻めに行かないってこと？ま、秀忠ももう懲りたでしょ。不義を行わなきゃしばらく放置でもいいかなと思う。それだと、総務事例できないでしょ？王国にです。日本海側から攻めていき、徳川を囲って潰せばいいだけですし。取引を行いましょう。ありがとうございました。兵糧は、なるべく毎月買っていきますね。ふ、秀忠よ、ちゃんと義を重んじろよ。あの、終わり徳川家も、何考えてるんだ？わらわら。言ってるそばから、いきなり不義をしている人がおる？一応、終わりが攻め込んだのは、不義ではないんですよ。最初から同盟ではない場所なので、不義は、真田家ですね。次は、真田家狙うんですか？なんでわかったんだ？気に入っているみたいですからね。気というか、なんとなくですよ。実際そこまでの余裕はないですよ。報告いたす。先月の収支だ。取引を行いましょう。ありがとうございました。とりあえず戦争できる場所がないので、ただ単に月日の経過をしています。報告いたす。先月の収支だ。取引を行いましょう。佐野信吉さん、すごい顔しとる。このキャラで、統一いつかやってみたいな。面白そう。報告いたす。先月の収支だ。我が志、必ずや果たさん。歩兵を入れて、兵力回復にしておきます。真田の不義は、本当に許せないですね。報告いたす。先月の収支だ。取引を行いましょう。池田家は不義ではないから許そう。
病には勝てぬか。報告いたす。先月の収支だ。下地よ。真田さんよ、気を持って振り下ろす。我が部、狂わせてもらおう。助太刀するぜ。おい、真田以外にも宣戦布告しているじゃないか。気はどうした？助太刀するぜ。同盟結んでないですもん。一回も釘じゃないですよ。そうきたか。そんなところですね。食わせてもらおう。助太刀するぜ。我が部、狂わせてもらおう。助太刀するぜ。よし、じゃゆっくりと派兵をしていきましょう。派兵は早送りでやっておきます。ここら辺一帯を宣戦布告をしたのは、周りに援軍要請をされることを恐れていたので、周辺一帯宣戦布告ですね。なるほど、そういうことだったんですね。ま、援軍が無限に出てくると本当に厄介なので。ほら、現に松本城がすでに援軍出してますよね。それが厄介なんですよ。よし、戦争開始だ。突撃かけろ。強行32日、こもってる割には早いね。報告します。先月長老も十分ある。安心できますね。取引を行いましょう。そや、長老毎年10万近く入るし、毎月2万買えますからね。みな、よくやってくれたな。いいけ、野戦出てきてくれるとか優しいです。政宗家勝てるぞ。このようなところだ。立ち止まってはいられぬ。強行14日。強行42日。お、交渉が出た。国衆使ってなかったですね。今更感はありますが。我が志、必ずや果たさん。70日はちょっと長いので水攻めしておきます。強き者が奪う、それが乱世よ。次の真田討伐のメンバーにようこそ。いざ参るぞ。出陣する。上司投稿69ある。やってみよう。え、いい一問が入ってくれるんですか。ありがとう。この勝利もらい受ける。参るぞ。ちょっと微妙なんですが、小諸城に向かいます。理由は、他のお城がそろそろ落ちるところもちらほらあるので。と言ってる間に、小諸向かってた部隊がサーチ変更しました。報告します。先月の収支です。もう、いい家はどうでもいいので講話をしておきます。かしこまりました。水攻めで60日か。使いの者が来たようです。E さんも考えることは一緒だったんですね。軍爆れるとか、優しいです。悪いが、負けられぬのでな。上田城取れたので、真田城に向かいますが。
真田城はちょっと負けちゃいますね。進むのだ！ただ、今向かうのは、どうせ、岩火つつつけば部隊は消えると思うので、向かいます。真田のお城は本当に硬い。こっちは19日か。柔らかくていいね。水攻め成功。あと少しだ、頑張れ影勝つ。皆の者、勝ち時をあげよう。行こうか。うん、やっぱり真田が兵を出すのは変化だったんですね。使いの者が来たようです。酒井さんごめん、金銭どうでもいいんです。従属なら受け入れますけど。報告します。先月の収支です。取引を行いましょう。美濃はもう水攻めいけたのであと少しですね。負けてやるわけにはいかぬ。参る。進むぞ。参る。影勝どこに出兵したい。小笠原さんも仲間にしようと思ってんのよ。我が部、ついでに小笠原さんも仲間に入れに行きましょう。助太刀するぜ。参る。どこで参るんですか。岩筆包囲で57日、いい感じですね。報告します。先月の収支です。兵糧も増えていますね。ま、真田攻めには兵糧の蓄えも少しは考えていたんですよ。必ずや旗さん。あとはもう少し武将が欲しかった感じですね。秀忠を囲うためには武将もいなきゃですから。それが何せ美濃は落とすに水攻め頑張ってくれた伊達さんお疲れです。いざ参るぞ。終わり徳川かな。次は進め。ちょ、秀忠さんよ、せっかく許してやったのに攻め込んでくるのか。頭悪いんじゃない。次はまだ働いてませんけど、攻めるの。敵が我が領内に向かっております。攻められたら全力で潰しに行きますよ。当然でしょ。行くぞ。伊達さん、頑張ってくださいよ。10年早く生まれてたらなんて言わさせないためにも。逆に、家康君に、俺があと10年長生きできたら徳川幕府ができたと言わせてやってください。秀忠に家督譲ったことも後悔させましょう。包囲69日、耐えれるかな？報告します。先月の収支です。取引を行いましょう。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。吉杉の棚だけ残りは2つです。すまねえな。行こう。我に続け。秀忠撲滅の方へ頑張っていってもらいましょう。使いの者が来たようです。小笠原さんごめん、本来は救出したいんですが、今回の戦争は、すごく過酷な戦いになりそうなので、守ってあげることできないと思うので、このまま、上杉に合流してください。
皆の者、勝ち時をあげよう。真田さん、合流ありがとうございます。この時代としては、強い武将なんですが、軒並み50超えてますね。全体的にせめてあと10年早ければ、余裕だったんですけどね。これが、伊達政宗が、あと10年早く生まれておればってことだったのかもしれません。行こうか。ガンガン秀忠倒しに行きましょう。出陣しよう。待機する。報告します。先月の収支です。今月は老老プラスか、もうちょっと手出しても良さそうですね。志果たさずして賞は終えられぬな。待機せよ。宮本武蔵73,200か。防衛の位置的には勝てますね。このようなところで立ち止まってはいられぬ。4万も削れたのは大きい。一気に攻め込むぞ。手を打とう。いざ参ろうか。参るぞ。我に続け。できれば東側の秀忠の城全部取っちゃいたいですね。いざ参るぞ。遅れる者は斬る。千葉も取っておきましょう。皆、勝ち時をあげよう。小笠原さんも秀忠討伐隊に参加してくださいね。行くぞ。進むぞ。兵糧も余ってるので影勝さんご詰めとして用意しておきます。あ、負けちゃった。みな、よくやってくれたな。よし、勝てた。こんな感じで頑張ってけばいいか。我に続け。行くぞ。後に続け。報告します。先月の収支です。